心の底からワクワクしてノリノリじゃん。もうポルノグラフィティが大好きすぎて職場で自然と広島弁が出てしまうタッカーです。広島に住んでいたわけではないのでエセと言われてしまうかもしれませんが、そんな大好きなポルノグラフィティのライブ暁に行った時、開幕早々ワクワクしたこと、しっとりとノリノリになったことを今日はお伝えしていきたいと思います。まあその相反しそうな感情は最後まで聞いていただけたらきっと皆様に伝わると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。まあそれもありますが、しっとりとノリノリという言葉が私の中で一番落ち着いたこと、そしてその感情をお伝えするにはまあまあな時間が必要なので、ぜひ最後まで聞いてほしいなと思ってます。しっとりとノリノリになったことを今日はお伝えしていきます。あ、これ興味あるって思った方、今すぐ高評価、チャンネル登録、通知ボタン、ベルマークもよろしくお願いします。それでは1曲目の発表です。1曲目はカメレオンレンズになります。このカメレオンレンズは今回暁ライブ暁の2曲目に披露された楽曲になっております。このカメレオンレンズから会場がだんだん温まってきていて、そして私7列目、まあ、実質5列目だったんですけど、最前列の方がとてもノリノリで頭を縦に振っている、そのノリノリにつられて私もこう振りたくなってくる。まあ実際振ってはないんですけどね、ちょっと恥ずかしさとかね、周りにぶつからないかとか、まああと周りの目もちょっと見ちゃう自分がいるんですけど、まあでも心がすごくノリノリ、ワクワク、期待感に包まれていきました。この2曲目にカメレオンレンズが入ってくるセンス、おーってなる。さすがポルノグラフィティ、セトリが神がかってます。いや神です。ボルテージが上がりすぎない曲を2曲目に選んでいて、すごくですね心も体もウォーミングアップになっていきます。体にも優しい流れになっていて、体を動かす、まあライブの振りですね、タイミングにも配慮されたセトリの流れだなぁとすごく感じました。さすが心配りのプロ、ポルノグラフィティとスタッフさんたちっていう感じがすごくしました。今回のように徐々に上がっていく、かつちょっとワクワクする楽曲はこんなライブでもやってました。それがザ・ウェイの1曲目ハネウマライダーを演奏されたんですが、その時はアコースティックバージョンから5曲演奏されるということで、まあ、一番最初ハネウマライダーだったんですが、徐々にこうヒートアップしていく、そして普段こう最後の方にあるハネウマライダーとは違ってボルテージ上がりすぎない、徐々に心がワクワクしてくるような感じ、この後何が来るんだろうという期待感を煽るのもこのザ・ウェイと私は結構似てるんじゃないかなと思いました。本当にポルノグラフィティのお二人や皆さんのイベントスタッフの皆さんのご配慮を感じる素晴らしいセットリスト、しっとりとワクワクしてくる瞬間でした。では続きまして2曲目の発表です。2曲目はバトロワゲームズになります。この曲ですね、まずかかった瞬間、まあ、今回3曲目に披露された楽曲なんですけど、実はこのライブが始まる前にセトリの予想をしたんですね。この動画でお伝えもしていたんですが、まあ、考察が当たりまして3曲目バトロワゲームズじゃないかということを予想してたんですが、それが当たって、こう当たった時の嬉しさ、充実感満たされながら、やっぱりバトロワゲームズこういう盛り上がり方するかということも思いながらバトロワゲームズのサウンドに酔いしれていました。まあ、今回予想、セトリの予想で3曲目バトロワゲームズなんじゃないかと思ったきっかけが、前回のライブ続ポル、続ポルノグラフィティのライブで3曲目がドリーマーだったこと、このドリーマーがいい感じで盛り上がるんですけど、盛り上がりすぎないんですね。この後に MC が来てもいい流れになるっていう感じになってるんですね。今回の暁に収録されている楽曲の中でそれにふさわしいと思ったのがバトロワゲームズだったんですね。それがまあ3曲目ということで、まあ、予想が当たったのがすごく本当嬉しかったです。まあこの瞬間でもしっとりとワクワクかなりしてます。カメレオンレンズから続いてバトロワゲームズ、徐々にノリノリになってきたところ、この余韻とそしてこれからの盛り上がる期待値を感じました。
またこう演出とか選曲芸術的だなと3曲目ですごく感じていたので、まあ、しっとりと心の中でノリノリと体も徐々にノリノリで期待どん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 上がっていきました。はい、ということで3曲目を発表する前に番外編に入っていきたいと思います。続きまして番外編、しっとりとノリノリになった瞬間場面をお伝えしていきます。番外編は新婦の MC です。この新婦の MC ですね、ライブが始まる前にやるんですよ。この悪霊少女の新婦がこれ聞いた時に、あ、最初の曲はまさかという感じで期待感とワクワクに包まれました。会場のセットも悪霊少女っぽいんですよね。それがなんかこう最初ね暁とか出てくるんじゃないかなと思っていたので、いいに予想が裏切られて、これもすごくドキドキワクワクしっとりとノリノリな状態でした。この MC のためにひょっとして逆算して悪霊少女という曲歌詞を作ったのではないかと思えるほど素晴らしいこう導入芸術的なこうセットリストになってました。ここの MC の導入がめちゃくちゃうまいんですけど、それをいくつかちょっと紹介していくんですけど、流行り病の対策としてアルコールでしっかり除菌して悪霊に取り憑かれないように促すのがさすがと言える瞬間、こうねちゃんとアルコールやんないと悪霊に取り憑かれますよとか、逆にねこう手とかじゃないところにやってもなんか来るよみたいなことを言ってたりとか、あとは非常口の確認の時に非常事態はスタッフの案内を頼るよりに行動することとおっしゃっているんですが、まあその言葉の後にそのスタッフが悪霊に取り憑かれているかもしれないということも促している、あ、うまいなと思う瞬間でした。こういうお笑い要素も入っているのもすごく始まる前から退屈されない、始まる前からも退屈させない、もう観客ファーストな目線の MC だなと思いました。また撮影や録音は厳禁、スマホの光は悪霊が苦手だから、もし光っていたら悪霊は寄ってくるかもしれないからこれもやっちゃダメとか、ライブ中死後をすると悪霊が取り付いてくるなど、そんな促し方もうまいなと思いました。はい、ということで最後3曲目の発表です。3曲目は悪霊少女になります。はい、このポルノグラフィティの悪霊少女の生披露は今回が初、まあ、暁のライブ横須賀公演を除くんですけど、まあもう初ですね、ほぼね。1曲目ということもあって、まあ、しっとりとしている状態から、まあ、こう振りに困っている感も感じるんですね、前の方で見ていても。ということは後ろの人はもっとそんな感じがしてるんじゃないかと思うんですが、これはこれで新鮮なんです。逆にこの悪霊少女どこで振りが出てくるのかとか、最前列の方にいる方々とかはどんな振りをやってくるのかで、自分もどういう動きをしていくのかっていうこう期待感ワクワクとこうしっとりしながら感じていました。でね、この悪霊少女で特にしっとりした場面がなんですけど、暁のライブに来れた、この日をすごく待ち望んだってことが達成されたという感情が浮かんできて、思わず涙目になるんですね。この状態がもうすごくしっとりしてワクワクした瞬間になってました。観客は静かめな感じで楽しみ、私は心の中でノリノリになりながら心が満たされウキウキに、悪霊少女の新婦の MC の余韻も残っているので、すごくこれから楽しい、そして悪霊少女すごい好きなのでやっぱりいいなって思いました。はい、ということで今日はライブ暁しっとりとノリノリになった曲3つと番外編をお届けしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。しっとりとノリノリという言葉がちょうどいいと思ったという感覚は皆さんにしっかり伝わりましたでしょうか。完全にノリノリではなく、この後のライブが盛り上がるために必要な段階の演出からしっとりゆっくりじわじわ盛り上がった感覚が今回の動画から皆さんに伝わっていたら嬉しいです。皆さんがしっとりした場面瞬間やノリノリになった場面瞬間などありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。またこの動画良かったよって方はぜひ高評価、チャンネル登録、通知ボタン、ベルマークもよろしくお願いします。それではまた暁に関しての動画でお会いしましょう。